こんにちは、イマジンハート研究所のナオジーでございます。はい、これなんですけれども、これはね、板チョコではないんですけれどもね。はい、これはね、アップルのね、バッテリーなんですよ。先月っていうか、去年の12月ですかね、暮れになるんですけれども、電池交換した、いたしました。このね、アップルの、iPhone の、iPhone6 Plus ですね。はい、これの電池をね、取り替えた時のもともとついてたね、バッテリー電池なんですよね。一応ね、これ黒いんですけど、これを黒いところをね、外すとこうね、アルミ箔みたいなのが出てきます。はい、これでですね、これをちょっとね、ちょっと分解していきますね。どういうふうになってるか、まあ細かくは言いませんけれどもね、こんな感じでね、こんな感じでね、これ何層にも分かれています。これね、もう電池ね、全然パワーなくてですね、もうショートしても大丈夫なんで、こうやってやってますけど、通常はね、危ないんでね、火花が散ったりとかですね、燃えてしまう可能性もあるんでね、これちょっと分解していきたいと思います。こういうね、こんな感じです。これがどうこうっていうわけじゃないんですけど、まあどんな感じになってるのかなっていうのがね、わかるかなと思ってね、あんまりね、こういうの中とかね、見る機会はないと思いますんでね、ちょっとね、やってみますけれどもね、よいしょ、黒いところね、全部剥がしちゃうんですね。ちょっとね、液がね、こう漏れておりますね。はい、こんな感じでね、はい、こういう風になってます。はい、こういう風にね、これぐるぐる巻いてありますね、やっぱね、ほら、よいしょ、いっそいっそ、ちょっと臭いです。はい、変な匂いしますね。真似しないでくださいね、これね。これほら、カーボンみたいなのがね、こうついてますけどね、それとアルミ箔みたいなのね、ついてますね。で、これちょっと外していくとですね、またこんな感じでね、これ液体ちょっと染み込ませてあるような感じですけれども、これちょっと、こうですね、こうなっております。で、で、またこれ剥がしていきます。よし、剥がしていきます。巻物みたいですけどね、こんな感じでぐるぐると巻いてありますね。はい、こういう形でね、あ、こんなに巻いてあるんですね。これ最後どうなっちゃうんだろう。最後はこれで終わりですね。これこんな感じ、こんなに長くね、なっておりました。で、最後はね、ちょっと臭いね、これね、変な匂いくれぐれもね、分解しないようにね、普通はね、危ないですからね。うん、こんな感じでね、こう薄いですね。どれがセパレーターなのかよくわからないですけど、これセパレーターですかね。こう薄いですね、こうパリパリのね、パリパリじゃない、これちょっとしっとりしたよね、薄いね、膜ですね。これでこうこうなってまして、あ、この先がありましたね。これこういうふうに、ほらほらほらね、これビーッとこれ取れますよね、こうやってね、これ膜、ほら、お、薄い膜ですよ、これ、ほら、薄い膜ね。そして、うわ、くせちょっと臭いな。ほんでですね、またですね、こうやって剥がれますねまたこうやって剥がれますね、これでね。はい、こう剥がれていきまして、僕もね、こんなにね、分解したことないんですけどね、こんな感じでね、はい、こういう、ちょっと熱いちょっと熱いかもしれないね。こういうのがありまして、これ、ですね、ちょっと熱くなってるかな、もしかして、ちょっと熱くなってるかな、焦げてきてますね。うん、ほら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 ね、ここはね、下シリコンなんでね、発火してもね、大したことないんですけどね、やっぱね、ほら
もうこの状態でもね、熱くなって、少しね、熱いですね。こう、燃えてはいないけれども、やっぱりね、こう、ぐわーっとこういうふうにね、なんかすすみたいになってますね。はい。少しずつこう、黒くなってきてる気がしますね。こっち側はどうだ？こっち側は何もなってないね。はい、ここですね。これがそうかな。これがね、熱いってほどじゃないけれども、やっぱ反応してますね、これね。はい。だからくれぐれもね、真似しないように僕もね、あの消火器もね、近くにありますしね、水もね、近くにあるんでね、まあ大丈夫なんですけれども。おい、なんかね、ほら最初ね、ね、開いた時よりもほら黒くなってるでしょ、ほら。うん、だから反応してですね、こうやって持てるぐらいだから、そんなに熱くはないんだけど、だけどね、ほんのりあったかいですね。あ、こんなに なるのは知らなかったですね。だんだんと黒くなってきましたね。だんだんと黒くなってきましたね。はい。ちょっと、見て置いとこう。ちょっとね、こう、見ててください。ほら、こんなに。だから、巻き戻してもらってね。ちょっと比較してもらうといいと思うんですけども、ほら黒くなってくる。ほらほらほら、もうこっちはね、こんなね、焦げてますね。はい、ススというか炭になってますね。これなんだろうな、この周りの素子はね。で、ここが、あ、これ銅板ですね。銅の、うん、これ銅がね、あったかい、あったかい、ほんのりあったかい。熱いってほどじゃないですけど、銅板ですね。銅板がこれみたいにね、銅板の上にね、なんかね、こうほら言ってますね。銅板が反応してるのかな。銅板となんか反応してですね、空気と反応してるのかな。これなんだろうね。うん、あったかいこういうね、素材ですね。これは銅でしょうね。銅の薄い膜ですね、うん。こっちはもう一つのこれ黒い方、こっちはね、何も変化してないですね。これはね、こっちは銅じゃないですね。こっちはね、銅をベースにしてますね。こっちは何ですかね、これはね。こっちは何だろう。お、ちょっと待って。ゴミ捨ての時間。よし。もうゴミは捨ててきたんですけどね。極電極ね。ほら、こっち、電極。こっちがね、どっちだ？プラスかマイナスかちょっとわかんないけれども。電極があってですね。で、こっちがね、アルミっぽい素材ですけど、こっちにも、ほら、電極がありますね。はい、電極ね。もう完全にエネルギーないと思ってたんだけど、これだけなんか黒くなるってことは、うん、くれぐれもね、普通は開けないでくれ。電極、ここ電極ですね。だからこっちとこっちでプラスマイナスの電極があって、これがね、こう重なり合ってですね、サンドイッチ状になって、くる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 っとですね、巻物のように巻いてあるという状態ですね。ほら、こんな真っ黒になった。うん、ちょっとしばらく放置してですね、反応を終わらせてからですね、捨てようかな。はい。ああ、すごいね。すごいってほどでもないけど、ボロボロ反応してるんですね。うん、熱いってほど熱くはないんですけど、ね、こうやって持ってもね、全然大丈夫なんだね。だからこれがですね、この状態でもこういうふうに黒くなるわけですよ。これがね、ちゃんとこう、分解しない状態でもって、例えばストレスがかかって曲がったりとかしてですね、こういうね、要するに反応するのを止めてる、まあセパレーターって言われてるやつですけど、これがセパレーターに当たるんですかね、このね、素材ね。ちょっとね、ゴムっぽいようなところもあるんですけどね、なんて言うんだろうな、これはね、なんて表現したらいいのかな。シートっていうよりはですね、なんかね、シリコンの
手袋みたいな、ほら医療なんかで使うのあるじゃないですか、手術の時にこれピッとはめるやつ、あんなような素材、あれよりもちょっとサラサラしてますけどね。はい、これがですね、突き抜けるとですね、ピンホールが開くとですね、例えばこれでね、こんなのほら簡単にほら開いたいじゃないですか、ちょっとしたことでね、こうピチッとこう開いてますよね、開いてますよね、要するにこうやってピチッと開いたりなんかするとですね、反応が始まるわけですよ。でこれはね、今はね全然充電もされてないし、もうボロボロでね劣化してるものなんですけれども、これがですね普通に使ってるものがそういう状態になるとですね、やはりですね、急に反応するわけですね、一挙に反応するわけで、そうしたら非常に危ないことになるかもしれないです。僕もねこれ開けてるねこんなに反応すると思ってなかったですね。真っ黒でしょ、もう最初はこのね銀色っぽいようなね、ちょっとね、気になる人は巻き戻してください。こんな黒じゃなかったですね。これ表面がですね、カーボン状に要するに焦げてですね、ススっていうかですね、炭になってますね。はい、ちょっとねしばらくね放置しておこうと思ってます。これ流し根でね放置しようかな。ちょっと危ないんでね、もしねボーンなんて発火したらですね怖いんでね、発火することないと思いますけど、流しのね中でね、放置しておこうと思います。はい、ということでですね、いろんな分解してみますけどね、一応こんな反応はすると思っておりませんでした、はっきり言ってね、こんな反応するとは思ってなかったんですけど、結構なこんなね壊れたはずのねやつでもね反応するんですね。はい、ということでこれで終わりにしたいと思います。いろいろとね、これからもですね、いろんなものを分解したりとかですね、中の様子をね見たりとかね、で昨日もね出しましたけど、このねマイクロスコープ買いましたんでね、マイクロスコープでこうやって見るとですね、別に見ても何もないんですけれども、特に何もないですね、見てもねこうやって見れますでしょ、特にねなんてことはないですね。こうカーボンのねあれですけどね、なんか変化かな、見えるのかな、あったかい、あったかい、今日ちょうどね寒いんでね、ちょうどいいかな、あったかいですね。北海道ほどはね全然ね暑くないですけどね、こう触ってるとですねほんのりあったかいですね、だから反応してるってことですね。これ一応こうやってね見てみますと、こんな感じで、こんな感じでね、これ反応見えるかな、反応済むの見えるかな、わかんないね、ちょっとわかんないね、知らない間に結構ねこんな黒くなっちゃうからね。はい、ということでチャンネル登録の方もよろしくお願いします。僕のファンの方もねちょっと検討っていうかですね、解析中なんですけどね、よくわかんないですね、なかなかね、本当に微妙なところでね、不具合が起きてるんですけれども、どこが壊れてるかっていうのわかんないですね。正常に見えてしまう。全部正常に見えてしまうんだけど、でも動かないというね、そういうね、ジレンマにあっておりますけれども、徐々にね、多分ね、そのうちね、わかると思いますけれどもね。そうしたらまた、動画投稿したいと思います。はい。何度も言いますけど、くれぐれもですね、分解しないでください。リチウムイオンね。僕もね開けるときね非常にね慎重にやりましたけれどもね、それでもね予期しないことが起きます。実験とかですね、そういう分解したりとか解析するときにはですね、往々にしてですねいろいろと予期しないことがね起きます。ただね、予期しないことが悪いかっていうとですね、予期しないことが起きるっていうことはですね、今まで知らなかった現象がわかるということなんでね、これはねこれで非常に貴重な経験なんですよね。はい、
ほら、こんな真っ黒になりましたね。ほぼ真っ黒。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。なおじいでございました。失礼します。